はい、こんにちは。今回はね、レンズの紹介をしていこうと思うんですけど、今日は6月17日ということで、シグマから新しいね、レンズの発売日となりました。で、今回ね、予約注文してて、今日実際ね、発売日に届いたレンズとなっているので、今回はこのレンズの開封をして、で、購入理由をね、お話をしていこうかなと思っています。で、また別の動画でこのレンズを使ってね、作例だったり、あと比較だったりね、できたらなと思っております。はい、ということでね、まずはこのレンズの開封をやっていこうと思います。はい、それではね、シグマ 1628F2.8DGDA のね、開封していきます。で、僕自身ね、かなり久しぶりにレンズをね、購入したので、久しぶりの新品のね、開封となってます。で、僕のこのチャンネルではね、普段ソニーのレンズ、ソニーのカメラだったりね、ソニーのレンズのお話っていうのをしているんですけど、今回はね、サードパーティーのシグマのレンズとなっています。こちらがシグマの 1628mmF2.8 のレンズとなっています。一応簡単な紹介なんですけど、開放 F 値が F2.8 のズームレンズ 16mm の超広角から広角までのズームレンズとなっていて、で、重さが 450g となっています。で、この F2.8 っていうね、かなり明るい部類のズームレンズとなってるんですけど、 F2.8 よくある重さが 700g、800g とかっていうね、ズームレンズが多いと思うんですけど、このレンズは本当に単焦点レンズ並みの軽いね、ズームレンズとなってます。で、こちら見てもらいたいんですけど、16から 28mm ね、ズームをしても、ここの筒のね、長さが変わらないっていうレンズとなってます。中でね、インナーズームっていう機構で、中で伸縮をしてるみたいなので、表面のね、重さが変わらないので、このレンズをカメラに取り付けた状態でジンバルに乗せて動画をね、撮る方に向けて使いやすいようになってるらしいです。はい、で、前玉が、レンズの前玉がこんな感じです。前玉に非球面レンズ2枚をつけることによって、映像のね、歪みの補正だったり、ゴーストフレア、特にゴーストですかね、そのゴーストをかなり抑えた設計をしたらしいです。今回ね、このレンズ、特に僕がいいなと思うのが、そのゴースト、シグマって、この以前で使ってたこの 50mm の F1.4 のレンズ、写りとかはね、すごいんですけど、ゴーストがかなり入るイメージがあって、そのイメージを持ってたんですけど、今回はね、このコンテンポラリーはかなりゴーストを抑制しているということなので、そのあたりもね、踏まえて今後実験していきたいなと思っています。はい、で、後ろがですね、こちらがレンズのね、後ろ側となっています。で、インナーズームなんで、この見えますかね、こっち側でズームのね、レンズが伸縮をしています。すごいね、独特ですね。インナーズームのレンズ初めてなので、初めて見る感じとなってます。ちなみに 50mm の F1.4 の裏側はこんな感じですね。はい、そしたらこのシグマ 1628mm のレンズをね、ソニー α7-4 につけていきたいと思います。で、今回購入したこちらのレンズは、ソニーの E マウント用のレンズで、あと、シグマ用のね、レンズの2種類あるみたいで、このレンズを使おうと思うとね、このソニー用のレンズとなってます。すごいですね。収まりがすごいいい感じがします。レンズがね、あんまり重すぎないので、この α7-4 につけた状態で、多少フロントヘビー、前側がね、かなり重いなとは感じるんですけど、ズームレンズ、重いレンズみたいにね、ガクンと重いわけじゃないので、この重量だったらどこにでもね、持っていけるようなレンズの重さとなってるんじゃないかなと思います。はい、こちらですね、ここに C のマーク、コンテンポラリーのマークがついてます。シグマのラインの中ではね、比較的安いレンズの部類となってるんですけど、このコンパクトにする方法として、この歪みっていうレンズのね、歪みっていうのをカメラの方でね、補正をかけてあげることによって、その分ね、レンズを軽くするっていう、補正用のレンズを省いてレンズをね、軽くする機構を
撮ることができるみたいなので、そのあたり歪み補正はカメラ側に任せて、写りだったり明るさだったり軽さだったり、そのあたりをねレンズの方でカバーしているというレンズになってるみたいです。で、横側オートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り替えレバーとなってます。はい。で、こちらがレンズフードなんですけど、まあ、もちろんねゴースト、フレアとかね、そのあたりを抑えるためのレンズフードなんですけど、このレンズフードもかなりこだわってるらしいので、つけていきたいと思います。うん、結構ねしっかりしてるフードですね。で、ちょっとここが出っ張ってる、他の方のね動画でも見てたんですけど、結構出っ張ってるイメージあるなと思ってたんですけど、レンズフードが出っ張ってるようなデザインとなってて、ここはねそんなに大きくは出っ張ってないレンズになっています。はい。それではシグマの 16-28mm に切り替えました。今見てもらってる映像がシグマの映像となってます。で、ズーム域が 28mm、 望遠側ですね、 28mm の望遠側で撮影をしています。どうでしょうか。で、このレンズレビューであんまり寄れないレンズっていう風に聞いていて、ちょっとねさっき簡単に試してみたんですけど、どこまでピントが来るかっていうと、ここぐらいですね、この距離までぐらいがピントをね当たる範囲となってます。思ったよりね寄れるんですよね。ここまで寄れたら、こういうね商品撮影とかの動画でね使う分には特に問題なくね使えるんじゃないかなと思います。どうですか。ちなみにシグマの箱だとこんな感じですね。どうだろう、ここでピントが何センチでしょう、10センチ弱ぐらいの、本当にねこれぐらいの幅ですね。レンズから被写体までこれぐらいの幅まで寄ることができるので、思ったよりね寄れるレンズじゃないでしょうか。そんなに、ね、寄れないってイメージは特にないかなと思います。はい。ではね 28mm で今撮影をしているので、16mm まで広げていくとこんな感じに映ります。かなり広いですよね。で、 16mm で寄っていくと距離感としてはさっきと同じぐらい、ただ 16mm っていうね広角側で撮影をしています。はい。今見てもらった映像がシグマの 28mm の望遠側で撮影している α7-4 の映像となります。で、今回ねこのレンズを選んだ理由のもう一つ大きなところが、こういうね ND フィルター、固定式の ND フィルターだったり、この PL フィルター、光のね反射を抑えたりするねフィルターがあるんですけど、こういうフィルターをつけれるね開放 F2.8 の超広角のズームレンズっていうのはなくてですね、最近使ったレンズの中で 14mm のレンズ、 14mmF1.8 のソニーのね純正レンズ、すごい気に入っていたんですけど、そういうねレンズにはこういうねフィルターが付けれなかったんですよね。で、今回ねこの軽量なレンズになってるんですけど、こういうねフィルターを付けることができるので、そのあたりもねすごいいいなと思うポイントでした。はい。で、今ね見てもらってわかるでしょうか。オートフォーカスのね音が全然聞こえないんですよ。今カメラを持ってねこんな感じで動かしてるんですけど、このカメラを持ってるっていう距離感では特にねオートフォーカスの音が全く聞こえないので、これね動画撮影にされる方にもすごいおすすめのレンズなんじゃないでしょうか。はい。それではね、今回このシグマ 16-28mmF2.8 のレンズを購入した理由をねお伝えしていこうと思うんですけど、このレンズを使う前に僕が持ってるね広角レンズのお話なんですけど、自分がねメインで使っている広角レンズはこちらとなってます。ソニーの純正レンズで 24mmF2.8 っていうレンズをメインでね使っています。
こんな感じでね、ステップアップリングをつけて 67mm に変換して使ってて、かなりね、動画とかでも紹介してるんですけど、このレンズの代わりということで、今回ね、このシグマの 16-28mm をね、購入してみました。はい。で、なので、今回はね、このレンズ 24mm と比較をして、まあ、ゆくゆくね、この 24mm の方は手放そうかなという感じで思っております。はい。こちらがね、24mm のレンズとなってます。特徴としてはやっぱりね、このレンズかなり軽いっていうところで選んだんですけど、で、最近ね、16mm から始まる超広角ズームレンズだったり、単焦点レンズ、14mm の単焦点レンズだったり、まあ、そのあたりのね、超広角っていう部類にかなりね、ハマっていて、そのあたりをね、以前の動画でもかなりレビューしていて、最近ね、どれがいいかなって悩んでたんですけど、本当にその時にね、ちょうどこのシグマのレンズが発売となったので、ちょっと今回ね、こちらにしてみました。はい。どうでしょうか。で、なんか素材感としてはね、こういうマットなブラックとなってます。で、アートシリーズの表面と比べると、こんな感じですかね。でちなみにアートレンズはかなり重たいので、本当にレンズ本体だけ持ってもね、かなりずっしりしてるレンズとなってます。はい、ということで今回ね、シグマ16から 28mmF2.8DGDN このね、レンズの紹介をさせていただきました。で、ソニー α7-4 にね、装着するとこんな感じのサイズ感となってます。F2.8 ってね、開放 F 値なんですけど、それにしてはね、かなりコンパクトで、インナーズームっていうことでね、このズームをしても、筒がね、伸びないという機構になっているので、そのあたりね、すごいコンパクトで、見た目もスッキリしていいなという感じがします。で、また今後はね、この 24mmF2.8 のレンズと、このレンズをね、比較したりとか、そんな感じでね、やっていこうと思ってます。はい、ということで、今回ね、こんな感じで終わろうと思います。では、